伝説は語る。イース、かつてこの地上に栄華を誇った理想郷イースは、二人の女神と六人の神官によって統治され、強大な力を秘めた金属により繁栄を極めた。神官は人々に敬われ、その統治は公平無私であった。美しい女神は宝と謳われ、吟遊詩人の主題であった。イースの繁栄は永遠に続くかと思われた。だが、その文明の絶頂でイースは恐るべき災厄により一夜にして滅び去り、栄華のすべては無に帰した。それから700年の長きにわたって、伝説は沈黙を守り続けてきた。そして今、再び伝説は語り始める。新たなイースを。
Thank you.
Thank you.